よっしゃ、オッケーやっていきたいと思います。ロッカー開始開始。しかし、俺が生まれた絶望の国、正せるのは俺だ。なしはやあいつ。ファーム早え。このファームマジで気持ちいい。刺さらなさそうだな。うん、ミッド盛りそうだね。いけるか。いけるな。移動中でファーストフラット、敵を倒しました。なんだね。ファーム遅れちゃった。あ、最初シマリングスパーク買わないといけないんだっけ、これ。また忘れてた。お、フラッシュ切れた、いいね。フラッシュ切れたらめっちゃいいな、ミットが。ラックス狩りに行けるな。お前な。俺が生まれた絶望の国、ただせるの。まあ TF と一緒にサイド行ってもいいか。 TF5 だよね。中です。早すぎるかも、それ。やれるの。無理だな。うわー、うわーなんで誰なんか変な人出てきた。ちょっと俺たちの熱い戦いを邪魔すんなよな、あいつ。ジョンキムさん、知らんやつおったって。ほんまに。TF 飛ぶの早かったな。ピン出すの早かったかな。もうちょっと待ってから行けばよかった。ピン出せばよかった。敵を倒しました。シャットダウン。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。ヘラルド行きたいな。いや、正直めっちゃヘラルド行きたいなぁ。でもなんか、勝ってんのこっちだもんなぁ。
ゴッドレン側だもんね。ドラゴン行くか。めっちゃヘラでやりてー。金欲しいんだよな、とりあえず。なんでもいいから。移動中です。止まるあるやん。ドラゴンを攻撃。ドラゴンを攻撃。ボットレーン側が攻撃されている。ナイス。マルファイトいいね。こっち来てほしい。やばい、入っちゃった。もう無理だー。普通に逃げる戦いも今の。勝利、マイバット。俺はマイバットだ。いやでもマルファイトもなんか速攻来て手伝ってほしかったな今の。ちょっとラグあったから。ついでに溜めれたわ。いいね、悪くないわ。こんぐらいのスタートできてんだったらめっちゃいいわ。タックも稼げてるし。やっぱね、TF やってるやつってなんかちょっとうまいよな。よっしゃ、王にもなれた。いいね、悪くない悪くない。いい始まりできてるよ。うわ、うまっ。キモすぎこの動き。マルファイトいいな。マルファイトいいな、やっぱり。やりやす。やっぱ CC だよな。どんだけやりやすいかどうかって。敵のダブルキック。味方が倒されました。
頑張れ。移動中です。何行こうかな。ドラクサで、まあ、てかあれでよかったか。セリルダでよかったな。セリルダ行くか。緊張する。で、まあ、捨て死でもいいな。全然やべえ。お前サイレンス撃つなよ、最悪。あーだだだだだだ。最悪すぎ。この相手だったらスペシでいいな。ボットレーンのタワーが攻撃されています。ガレンやば、812なんだけど。最強じゃん。トップレーンのタワーが攻撃されています。 DF ナイス、やってたね相手。てかさ、E の継続時間短くね？気のせい？こんなもん？あ、てか違うね。独者でいいやん。ラックスいるやん。え？よっ。え？え？うお、待ってね。待って今。はぁ？え？あんな太い壁、ガレンがうわーって来たんだけど。え？待って。いや、ガレンやばくね？思わず、あ、これ倒せねえんだろうなと思ったら、思わず強が出たもんな。青剣やアンチやったのに。はい、毎度。雨中。
思ったよりは出るな。俺に舐められすぎじゃね？ミスった、やべ。3400円持ってるわ。買い物して普通に育ったら強いなとは、はい、気づきました。なかなかやれるみたいで、なるほどな。確か言わんとしてることはわかるわ。余裕で入るな。成功体験が人をダメにしてしまうパターンのやつか、これ。コメントで来る理由も分かるというものよ、これは。なるほど、なるほどですね。確かにこうなったら気持ちいいわ。クマにはない気持ちよさがある。またうん、36000ダマゲや。なるほどね。やるやん。ちょっと強いやん。ダメージ出るやん。まあでもこれは結構うまくいった例ですが。はい。水ったらね、あれですけど、やっぱね、やってみて思ったのは、まあ序盤は、まあ確かに、レンジがいるところにガンクに行くこと。まあでもまあ無理はしちゃダメだなっていうのは思った。ファームある程度、やっぱ、ダメージスケールめっちゃでかいから、無理なガンクで無駄な時間過ごすぐらいだったらファームした方がいいっていうのと、で、一回OKになった後に移動早くなるから、そこからファーム加速させて、余った時間でガンクするのが強いなと思いました。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。コメントも残してね。